それスノーマンにやらせてください21日はそこのスノーマン見つけてくださいの未公開特別編をオンエア。タワレコでスノーマンの CD を購入戦争時で参拝カップルの写真を撮ってあげるなどスペシャルでは放送しきれなかった激ムズミッションも大放出。TBS で毎週金曜20時から放送中のスノーマンのンレギュラー番組それスノーマンにやらせてください。 7月21日は7月14日に2時間スペシャルで放送されたそこのスノーマン見つけてくださいの未公開特別編がオンエアされる。メンバーが都内各地の街へ変装して繰り出しそれぞれに課せられた激ムズミッションに挑戦しながら正体がバレないようにゴールを目指すこの企画。 14日の放送ではメンバーはそれぞれ離れた場所からスタートし正体がバレないように食材を購入しながらゴールのバーベキュー会場を目指すことに。メグロレンは東京ドームシティのジェットコースターに乗りながら僕はスノーマンですと叫ぶというミッションを見事クリア。